どうも、横須賀生活です。どうも、大阪に来てます。はい今日はこの大阪を普通に観光します。久々旅行 Vlog です。お願いします。イエイ。さあ、通天閣です。まずは大阪シンボル、通天閣に登ってみましょう。行ってみましょう。登るの初めてやな。初めてやな。じゃあこの通天閣は、パリのエッフェル塔と、凱旋門を組み合わせた形で設計されておりますと。どんな景色でしょうな。うん、なかなかね、イメージないよね。動物園がでも近いから意外と動物見えたりするんだろうか。確かに。ちっちゃい象とか見えたら面白いけど、ちっちゃい象とか見たいけどね。ね。さあさあ、こんな感じですよ、通天閣のスカートの中は。ほら、派手なパンツですな。本当ですか。はい、はい、じゃあ行ってきますよ。行きましょう。さあ、いわゆるスライダーが通天閣にありますので、そこに行ってみようと思いましょう。なんか同意書を書くらしいですよ。医療同意書って怖っ。これでいいのかな。じゃあ書きます。はい。スライダー乗り場は地下の方に進んでいきますよ。おりますね。結構おりますな。おお、あ、すごいね、綺麗な遊び場感があってよろしいじゃないですか。へえ、ここに出てくるそうですよ。スライダーも滑り終わりまして終わりました。今は展望台の方に向かっております。そうですな。スライダーとセットのやつにすると、この中の展望台と外の展望台両方行けるらしいです。エレベーターでもう一丁上がっていきます。はい、登ってきました。すごい、大阪の街が一望ですな。ね、これはどっち側の公園だ。今見えてるのは あれ、明石海峡大橋じゃん。ああ、え、うん、違うんか。そうなんや。へえ。ちなみに真下を見下ろすと、おあ、ここだるまだな。天王寺動物園、動物歩いと、いいや、あの山は六甲山？あ、そうかな。一個山、一個山？一個山、あ、じゃあ奈良の方に向かっていく感じじゃないですか。なるほどね。へえ。へえとしか言いようがないですな。まあ、展望台とはこういうものだな。はい、ビルケンさん、一応触っといて。OK。はい、特別展望パラダイスみたいなところに置きました。外ですな、完全に外です。へえ、まだ上がありますね。
よいしょ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、これは高ぇ、めっちゃ高いじゃん。すごいね、足がすくむぜ。こっちがさっきの明石大橋、明石海峡大橋方面っすか。いいですね。いい、ちょっとぐるりしてみます。はいよ、まあ、ここはね、足場がもし抜けたとしても下はまだありますからと言いながら左側に寄って歩いております。よいしょ。外から見たら本当てっぺんってこと。そういうことだよ。これてっぺん、こんなとこ登れたんだね。ね、一応こんな感じで足元抜けてて怖いねみたいな、なんかアジア圏ではよくありそうな観光スポットが通天閣に誕生しておりました。網にガラスに怖えよ。あ、まさかの歴史資料館というフロアにやってきました。こんなフロア、まあそんな感じで歴史にも触れることができます。はい、ウェルカムトゥ大阪。キャラちゃんマビリケンさん似てる。さあ、なんかガチャガチャをやってみます。やっほー、何が出るかな。おっ、イエーイ、キャラケンさん出てきた。缶バッチです。さあ、あとこんなも入ってました。消しゴムかな。いいじゃない。やったぜやったぜ。オッキー、おっ、通天閣だけですごく楽しめましたね。ね、結構いろいろとかあったね、コンテンツ多かったです、うん、おすすめです、大阪観光の。ではお昼ご飯を食べに行きましょう。出発だ。イエス。へい、だるま、ここばっかりです。いつものだるま。行きましょう。はい、うん、いただきます。あ、暑そう。あ、そのあたりが実はめっちゃお気に入りです。はい、ちょっと新世界をぶらりぶらりしてみましょう。看板が全部派手ですな。ラズシか、これすごいな。ド派手。看板文化ですな。待って待って、回ってるやん。お、リモちゃん、え、うちリモちゃん。リモちゃん。そっち。シャリ立つやん。シャリ立つ。今釣り堀みたいな。釣ってそのまま食べれるの、ね、釣るのとは別なのか。いや、いつなんじゃない。すごい、さすがに実だな、禁止だ。実だな。残念だよ。やったら、あと射的屋さんあるよな、ね、なんでなんやろな。やったー、お勉強じゃん。止まってはるわ。あ、ここスズメや。山岡って書いてあるんだけど、お好み焼きの看板ね、有名な横綱、横綱あやまくしかつ屋さんですな、ね、ズボラ屋はね、なくなっちゃったんすよ。ズボラ屋なんすな、ね、だからフグは出てないです。あったあった、うん、王将ですらこれだもん。ここも射的、肩抜きとかも出てる、うん、結構奥行きある。スーパーボール職員だー。ここがあれでしょ、スマートボールとかゲーセンやった。そうやな、いや、なんかゲーセン系が定休日多いです。ゲーセン行こうと思ってましたが、うん、
ダメでした。残念です。レトロゲームがねいっぱいあって、うん、いいゲームなんですけど。そう、パチネもだるまある、ここら辺だるまだらけですな。だるまが本当に80店舗ぐらいあります。めっちゃあるやん、はい、でさあ過去からの動物園、はい、やっぱりね新世界のもう一つの名物名所、うん、天王寺動物園に行ってみたいと思いますよ。イエイ。さあ天王寺動物園にやってまいりました。何の動物がいるのかよくわからないですな。でも上からキリンは見えました。キリンは見えましたのでキリンは確実に見に行きましょう。下から見ましょう。カーバです。もっちりしているです。フラミンゴがすごく鳴いております。カーバー、おあ、キスしてる。これカーバー、カーバー、さーい、ドロさーい、およしなさーい、なんつってハイエナです。ちょっと悪口でも言うてみたら、なんか形変やでちょっと反応、あ、来た来た来たよ。形変なやつ来た怖い。お、骨を大きいね。うー迫力あるね。迫力あるわ。うー後ろ足短い。後ろ足が短いです。スタミナがあると評判ですな。すげーキリンだ。近いね。めっちゃ近いよ。こうやくんとはるかちゃんっていう文字まで浮かんでるもん。すごいです。穏やかな目しと。うん。はい、ケープハイラックスです。岩山などに住んで、算数と社会が得意。そうなんだ。クソボーっとしてる。はい。プリケツ魂。ないな。リオ。あら、のんびりしてはった。のんびりしてはったわ。いや、猫の後頭部ですな。ムフロンです。芝の伝説のアイドルジャガーさんですよ。お、ジャガーです。うぇー、イケメンやね。タヌキ。タヌキです。冬のタヌキになってますな。ね、なっとるね。もうもっとタヌキ外出てるやん。はい。オニツカタイガーです。さあ、ついに。本物出会います。出会います。わあ、キリン。おっきいキリンが。すごーい。大きいね。どうした？どうした？言って来たけど。どうした？言って。どうした？どうした？I'll be back. ダダスダダダス。すやすやタイムです。めっちゃ可愛い。前足ブーン伸ばしてます。細いのやん。細いね。はい、ペンギン。ワーニー。撮るね。撮る。行ってきました。楽しかったね。広大な敷地に膨大な数の鳥がいました。うん、鳥可愛かった。皆さんもぜひ来てみてはいかがでしょうか。か。じゃあちょっと喫茶店で休憩タイム。ありがとうございます。さて、新世界の方一本入った商店街。
ジャンジャン横丁っていうところでしたね。和劇渋だな。渋いですな。結構有名な串カツ屋さんとかもあるんだそうです。マロトルメ、ここもなんかすごい人気っぽい ね。あれが天狗、天狗、あの筋肉マンの作者も来ていたという天狗さん。ちょっとしゃぐれた天狗ですな。結構しゃぐれたな。こういうカウンターでぐるりと巻いた感じのお店が多いですな。こちらのお店も大人気でございます。こんな感じですね。これから行くのは、ミックスジュース発祥のお店と言われる喫茶店です。並んでますか。これ並んでるかも。こちらですね、ミックスジュース千引き屋、センナリアです。はい、じゃあこちらの方に行きますよ。行きます。元祖の方は混んでたので、うん、新しい方に行きます。新しい方に行きます。ボロッとしたスーパーミックスジュース、ね、ミックスジュース大好き。いただき。うめー。バナナとリンゴもういい時間になりましたので、あとは適当に晩飯を探して帰ります。寝ます。寒い、はい、じゃあじゃあね、また。